マサイタカコは日本の実業家。日本銀行政策委員会審議員、新生銀行執行役員市場営業本部、市場調査室長、新生銀行執行役員金融調査部長などを歴任した。愛媛県出身。本名は西田孝子。国会や事例などでは西田生が使用されている。愛媛県出身。実践女子大学文学部卒業後。 1988年、ノバスコシア銀行東京支店に入校。2007年、法政大学大学院経営学研究科修士、家庭修了後、新生銀行キャピタルマーケッツ部部長に就任。2013年、同銀行の執行役員となった。2016年4月19日、安倍内閣が6月29日で任期満了となる石田高地審議委員の公認に、 新生銀行執行役員のマサイを起用する人事案を国会に提示。5月12日、衆議院で採決が行われ、賛成多数で同意。5月13日、参議院で採決が行われ、賛成多数で同意した。2016年6月30日、日本銀行政策委員会審議員に就任。2021年6月29日、 日本銀行政策委員会審議委員を任期満了により退任。2016年6月30日、審議委員に就任。就任後、初めて出席した2016年7月28日29日の金融政策決定会合では、量的、質的金融緩和政策、マイナス金利を適用する金利政策、ETF 買い入れ額を倍増する金融緩和の 強化に賛成した。2021年6月29日、審議委員を任期満了により退任。ありがとうございます。